左、ローラ・ブッシュと、中・クリフォードと子供たちと共に、2007年のホワイトハウスでの卵転がしにて撮影。大きい赤いクリフォード、クリフォード・ザ・ビッグ・レッド・ドッグは、アメリカの児童文学作家ノーマン・ブリッドウェルが1963年から発表し始めた児童文学作品である。このシリーズのヒットによって、出版元のスカラスティック・ブックスも大きくなった。 原作者、ノーマン・ブリッドウェル2011年撮影ものすごく大きな犬クリフォードと飼い主、そしてその周りの人々を描いた作品。スカラスティック・ブックスが制作し、2000年から2003年まで PBS キッズで放送されたテレビアニメ、クリフォードは成功を収め、日本でも放送された。現在もミス、ローリーフーパー枠で、 他の PBS 番組と共に再放送が行われている。1988年、カナダのアニメ会社ネルバナが、クリフォードの教育ビデオを制作し、1990年代初頭には、ワーナーブラザースによる実写とアニメーションを融合したビデオも発売された。テレビアニメ、クリフォードは、子供番組の中でも子供たちに、生活の教訓を教える内容となっている。 一回の放送につき11分の話が2本入っている。一方の話がクリフォードとその犬友達についての物語であるのに対し、もう一歩がエミリー・エリザベスとその友人たちを描いた話となっていることが多い。原則的にきちんとした内容になっており、犬たちはその場に人間がいない場面では人語で話し、人間が登場している場面では鳴き声だけである。 ベテラン俳優、ジョン・リッターが、クリフォード役を、すべての話で演じていた。1988年と1990年代、初頭のバージョンでは、ブレント・ティット・コムが、クリフォードの声を当てていた。彼のスケジュールには、この番組についても書き込まれていた。テレビシリーズ最終話と映画版が完成した。ところで、リッターは、パパには、秘密で、 ABC のプライムタイム枠に戻った。リッターが死去した2003年9月11日という日は PBS でクリフォードエスパピーデイズの初回放送が行われた日の数日後だった。クリフォードは一緒に生まれた兄弟たちよりも小さくうまく育つとは思われなかった。誕生日プレゼントとして買うことにしたエミリー・エリザベス・ハワードの愛情によって25フィートまで 大きくなってしまい、ハワード一家は都会を出て、バードウェル島に越すことになった。イギリスで放送される際は、イギリスの俳優による吹き替えが行われており、アメリカ合衆国で放送される際は、アメリカ合衆国の声優によって、アメリカ合衆国のアクセントで吹き替えられる。なお BBC 版におけるクリフォードは、トム・イーストウッドが当てた。日本では、 カートゥーンネットワークのカートゥーン2と枠で放送されている。ハブ、アイエバースティアードユーロングが口癖。クリフォードとティーボーントで行ったごっこ遊びでは、ザイビルフラッフィーフェイスを演じた。クリフォードの友達の一匹。飼い主は、ミセス・デラー。メディアカルチャー、ゴスエド、リチャード・キャンベル、クリストファー・アール・マーチンベチーナ・ファボス、A.B. クリフォード・ザ・ビッグ・レッド・ドッグ。 ダンマークスチンウエストのペジア。ありがとうございます。